まあ、これもまたすさんでくるんですけどね、旧統一教会問題4、弁護士 .com ニュース。さあ、いよいよというかですね、旧統一教会が9月29日ミヤネ屋昼帯を放送する読売テレビと TBS を訴えました。紀藤正樹弁護士と本村健太郎弁護士と八代秀樹弁護士による番組での発言が名誉毀損に当たるとしており、3人の弁護士も一緒に訴えておりますと。これちょっと私もあの記事を読んでみたんですが、相当ですね、統一教会のこのね、福本弁護士っていう方は、まあ、ご自身もあの信者さんでありながらもね、東京地検特捜部のね、敏腕元あの検事でありましたんでね、これはね、手ごわいですよ。あのこの間の勅使河原さんと一緒に行った記者会見においてもね、あの金平TBS の記者がね、全く太刀打ちができなかった、そういう瞬間が ありましたよ。しかし、まあ、地上波ではね、全くあのフルで放送されなかったわけで、こういうあのいよいよテレビ局2局と、弁護士3人が訴えられたこの流れについて、吉田議員はどう思われますか？私は、まあ、これをお互いにね、徹底的に法廷で争うことはいいことだと思います。で、私自身は統一教会の、教義についてね、おかしな教義だと私は認識しています。で、その おかしな教義の中身については私は把握をしています。で、それが名誉毀損だっていうふうに、もし私を訴える、教会の関係者、あるいは弁護士がいるんだったら、それは私も戦います、その人たちとね。だけれども、まあ、その、事実でない部分、あるいは事実を超えた何か、問題があるんであれば、それは、まあ、その統一教会、旧統一教会側の主張が裁判でも認められるんでしょうから、それはそれできちんと、どこからどこまでが、おかしくて、どこからどこまでは言い過ぎなのか、きちんと法廷で明らかにしてもらえばいいとは思いますが、僕はこれで、なんだろうな、統一教会のやってきた、これまでやってきたすべてが免罪されるとは私は思っていません。まあ、やってきたことの免罪云々を裁判で争う話ではないので、番組中の、まあ、名誉を傷つけられたという損害賠償で6600万円、まあ、こういうね、係争中のもの、司法に出るということについては、まあ、ちょっとしばらくこの議論もね、司法に判断を任せていった方がいいんじゃないかなと私は思いますな。ですから番組に決して圧力をかける気もありませんけれども、係争中のものについては裁判にお互い双方に、まあ、変な影響があるといけませんので、ちょっとここはね、打ち方やめで、なんというか、もう本当に司法に僕は委ねた方がいいんじゃないかなと、そんな思いを持っております。5番もちょっとお願いします。旧統一教会問題、自民党の方針について、おっさんっていう方のツイッターいただきました。あ、これは私のあれですね、ありがとうございます。月刊花田11月号購入しました。自民党は信教の自由を犯すのか、とても感銘いたしました。さらなるご活躍をお祈りいたしました。ありがとうございます。まあ、この表題っていうのは私が決めた表題ではなく、私の文章を読んで月刊花田さんが題を決めたということになります。まあ、ぜひご購読いただければありがたく思います。まあ、6番は、まあ、私のツイッターなんで、これは、まあおっさんさんに対して、党の方針には従いますと。しかしそのためにはまだまだ整理しなければならないことがたくさんあるという主張ですと。で、これをね、なんと高市、大臣が、まあ、同じことをおっしゃられています。私が従来言ってきたことと同じことを。7番、
皆さんおなじみの平井浩二さんのツイッターですね、高市経済安保大臣は自民党として旧統一教会関連団体も含めて付き合わないと言っている、こうした方針は守るがそれだけで根本的な解決にはならない、何が反社会勢力なのか定義すべき、それに該当する団体や企業が一体どこか、この発言に注目するということで、まあ、吉田議員もちょっと協議には触れぬようなあの形でちょっとこの平井さんのツイッターにコメントいただけますか。そうですね、これ共産党はもう、組織を挙げてやってるのかな、実は今私も今参加している中野区議会で先日の、決算の特別委員会で共産党の中野の区議会議員、伊佐という男がいるんですけど、これが統一教会は明確に反社だと、これ議事録に残るんですけど反社だって断定したんですね。それを反社であることを明確にし、そして、まあ中野区、まあ、我々中野区です、中野区がまあ、こういう、反社の組織の関連団体に関わっていないことを確認するみたいなね、関わったんですかと、そういう質疑を続けてきたんですよ。で、これは今の段階でというか、法律も何もない、構成要件もチェックもされてない、高橋先生とね、名護先生のご懸念、私もちゃんと反セクト法はちゃんと日本はあるべきだって言いましたけど、そういう何も前提がないまま、反社と断定したこの共産党の区議は、ちょっと、まあ、行き過ぎなんじゃないかなっていうふうに思ったんですが、まあ、共産党の議員っていうのはちゃんと中で打ち合わせすり合わせ党の方針に従ってやるはずですから、これ党の方針なのかなと思いながら議会で聞いていたんです。私はその共産党のような反社で決めつけてっていう主張よりはちゃんと何が反社なのか定義すべきだ、こういう立場で反則としてはね、これ問題があって、これはあれ問題だって思ってますよ。だけども、やっぱり明確にしないといけないと思います。そうですね。私がかなり信頼をしているマスコミの関係者のお話によりますとですね、まあ、さっき紹介した裁判もそうなんですけれども、協議とは別の話で、明らかにその反社会的勢力であるということを、まあ、半ば断定しているというような根拠もないことを、まあ、発言した あらゆるもうリスト化をしているようですよ。でそこはね、ツイッターに書き込まれているものも全て、リスト化しているというようなことを言っておりました。ですから先ほどの話とちょっと重複しますけれども、この問題ぼちぼち司法の手に委ねられるということについてはやっぱりね、お互い打ち方やめの方が僕は客観的な結果が出てくるんじゃないかなと本当にそう思います。ですから SNS もですね、まあ、いいねだけというのは、例えばいいねも読んだよという意味合いのいいねもありますんでね、同調ということでありますが、まあ、リツイートやなんかは完全にリツイートですんで、まあ、その辺のところはね、政治家に限らず SNS に触れている、まあ、全ての方々もちょっと今までのような形で接していると良くない方向に出ていってしまうと思いますので、ちょっと触れさせていただきました。8番いきます。ああ、こっちの方が大事ですよね。奈良県警が黒塗りの警護計画公開。翼くんさん、もう通称のり弁ですよ、ね、もう久しぶりに、これを見ましたけれども、多くの国民が県警自体が捜査対象だと思っていること分かってないのか、これだけ黒塗りの警護計画を出すということは国民の理解を得ようという気持ちはゼロで犯罪を隠蔽しているかのようだ。警護計画公開もほぼ黒塗り、奈良県警安倍氏銃撃事件、共同通信ということです。いかがですか、この写真をご覧になって率直なご意見。はい、いや、これね、どうしようもないし、これはもうダメです。
ダメな典型です。というのは、これ黒塗りにするということで、これで黒塗りした理由がね、要するに計画、その、なんだ、警護の基本方針やなんとかこういうものを、将来の捜査やいろんなものに支障があるっていうふうに言ってるってことは、安倍総理をの暗殺を許した警護の仕方を今後も続けるっていう意思がない限り、これ黒塗りにする意味がないんですよ。これはもう全部公表して、この安倍総理の命を奪った奈良県警の警護はこういうやり方だから失敗しましたって公開するべきなんですね。だから今後は二度とこんな警護はしないということで、悪い例として公開すべきなんですよ。日本の行政とかには会社もそうかもしれない、こういうところがあるんですね。悪いことを隠す、悪いことをちゃんとみんなにさらけ出して徹底的に追及してもらって、そこから新しい真にあるべき姿を示そうとしない。これはお叱りがあるかもしれないけど、僕が日本軍がアメリカ軍に二次戦で負けた理由はここにあると思っています。関連でですね、榊由衣さんもツイートをされていらっしゃいます。ご紹介します。先進大国 G7 の一角を占める日本の安倍元首相が暗殺されたというに、これはないだろうと。奈良県警は北朝鮮なのか、よほど出せないことが多いようだ。山上単独犯じゃなくて多くの人々が絡んだ暴殺だろうと勘ぐられたくなければ、全ての開示をというツイートであります。まあ、ちょっと最後のね、2行はまあいろんな意見があろうかと思いますけれども、まあ、吉田議員がね、コメントをされたことに尽きると思いますよ。悪い事例を開示しろということです。二度とこういうことを起こさないならば、みんなで最悪のこの警備計画、こんなことはもう二度としてはいけないという意味合いで解除しろ、おっしゃる通りだと思います。はい、最後、本日日中国交正常化50周年、10番三木真一郎さんのツイッターです。岸田首相から習近平、閣下への祝電抜粋。今後50年を展望し、閣下とともに両国はさらには地域世界の平和と繁栄のために建設的で安定した日中関係の構築を推進していきたいと思います。林芳正から大きい祝電も貼っておきますということでありますが、まあ50年前に日中共同声明が今日発せられたと、まあ節目を抑えるということはまあありだと思いますが、祝電であるとか祝いの気持ちをよくもまあここで言えるなと、多少のね皮肉ぐらい言ってやってちょうどいいと思うんですよ。吉田君いかがですか。本当にもこれ、私はもう、まあ、僕はこういうことをやってる以上、私はまあ党としての自民党という党へのある程度のね支持の気持ちはありますけれども、岸田政権を支持する気持ちはもうマイナスになりました。これ立場が逆で、中国側が、日本が例えば中国のね近海にミサイル撃ち込んだとかね、あるいは中国のどっかの島を自分のもんだって言って領海侵犯したりしたら、50周年だろうが100周年だろうが、今はそんなものを祝う時期じゃないので、まあ、要するに日本側が謝罪し、そういう態度を改めるまで、まあ、この行事は延期しますって言って、あるいはその祝電も延期しますって、これ多分中国だけじゃなくて、まともな国家はみんなそうすると僕は思っています。まあ、要するに、岸田内閣は、まともな、外交の、まあ、やり方を知らない。まあ、どんだけね、お上手な部分が、分野があるのか知れませんけど、全く国益を増進させないどころか、国益を傷つけてやまない政権だと思いました。はい、ありがとうございます。まあ、この日にね、今日ウイグル証言集会が行われたというのも、ある意味これはまあメッセージ性が強いと皆さんも
想像していただいていると思います。チャットをいただきました藤平貞司さん1000円です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。長尾さん、吉田さん、本日はお疲れ様でした。怒りと情けなさ、日中友好の名のもとに、かの国のやりたい放題に加担してしまった形の我が国、ウイグルの証言をもっと知って広めて具体的な結果を求めてまいりましょう。日本のためでもありますね。ありがとうございます。そしてりょう F さん500円スパチャ頂戴しました。ありがとうございます。岸田さん点点点本当使えんということでメッセージも頂戴いたしました。博多のニーヤンさん今200円スパチャいただきました。200円ありがとうございます。なんかスパチャ祭りになってますけど、カッカちゃうやろ断行やろ、ありがとうございます。サラサクラヒラヒラさん50年で熟年離婚でいいですよね。中国を相手によくやりました。さよならでいいですね。さよなら。そして日台国交正常化のスタートラインにすると、ここまでねやっぱ考えて いかないとね、もう今中国からの勢力押し返せませんよね。はい、時間となりました。本日は1500人以上の皆さんにご視聴いただきました。本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は木曜日ということでございますので、また来週の月曜日、皆さん、お目にかかりましょう。吉崎にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんおやすみなさい。皆様ありがとうございました。おやすみなさい。